カバラに記されている生命の木生命の木は旧約聖書の創世記にエデンの園の中央に植えられた木。命の木とも訳される。生命の木の実を食べると神に等しき永遠の命を得るとされる。ユダヤ教のカバラではセフィロトの木とも呼ばれ宇宙万物を解析するための象徴図表に位置づけられている。ヤハウェエロヒムがアダムとエヴァをエデンの園から追放した理由は 地位の木の実を食べた人間が、生命の木の実までも食べて、永遠の生命を得、唯一絶対の神である、自身の地位が脅かされることを恐れたためである。セフィロトの木は、神秘思想のカバラにおいて様々な解釈がなされ、近代以降の西洋魔術、特に黄門の夜明け団などでは、生命の木をタロットカードと結びつけての研究が行われていた、ことでも有名である。 10個のセフィラと22個の象形を体系化した図も、同じく、生命の木と呼ばれる。現代では、セフィロとの木は、生命の木と同じと解釈される。アインから、アインソフが生じ、アインソフから、アインソフオールが生じた。アインソフオールから、口実のケテルが流出した。渦の天頂の白丸のセフィラから、右下の灰色丸、左の黒丸、右下の青丸、 左の赤丸、右下の黄丸、右下の緑丸、左の大丸、右下の紫丸を経て、いわゆる、ジグザグに進み、最終の虹色丸のセフィラへと至る。なお、第3から第4のセフィラの間に隠された、ダートというセフィラがある。右に記載しているのは、対応するダイアルかな。ありがとうございます。